や、ケジャールゲミアクス、あ、やってきたと思います。今日はね、ロストアイランドに出るかもしれない新恐竜候補のカルカロドントサウルスっていうギガノトの親戚がいるんですが、こいつをモッドを利用して出して遊んでみたいと思います。それでは本日の目次はこちら。1つ目、利用モッドの紹介。2つ目、カルカロドントサウルス遊んでみた。そして最後に、ロストアイランドでカルカロドン出ます？をやっていきたいと思います。それではまず1つ目に、利用モッドから紹介をしていきたいと思います。で、モッドを使っているから、公式版とかでは今のところ出てないので、まあ、ロストアイランドでも出るかどうかわかんないっていうような感じの恐竜になっております。で、モッドに関しては、そもそもなんだけど、PC 版かつ、Steam 版限定の商品というか、まあ、外部の DLC というか、運営がね、作っていない第三者、有志が作った DLC みたいな形になっております。で、Steam 限定でしか使えないっていう感じで、モッドの名前としては、アディショナルクリーチャー2で、ワイルドアークっていう形になっております。このモッドにね、めちゃくちゃたくさん恐竜がいて、なんなら、次のね、フィヨルド、ロスアイランドの次のマップで出てくる、アンドリューサルクスもここに入っているので、またね、そのうち、アンドリューサルクスに関しても、紹介していきたいなとは思っております。で、今回は、この中のたくさんいる恐竜の中に、カルカルドントサウルスっていうのが、いますので、まあ、ロスアイランドの選挙でね、ちょっと一悶着ございましたので、こいつをね、今回は俺もちょっと楽しみにしているので、出るかわかんないけど、出して遊んでみようぜっていう企画になっております。ということで、早速カルカロドントサウルス出してみたいと思います。とりあえず野生で出してみるから、どうなるかね、わかんないけど出してみますね。多分コマンド、あ、出た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 、お、はい、うお、すげえすげえすげえ、カルカロドントサウルス、これ早っ、え、足速くない？てか攻撃速度も速くない？これがカルカロドントサウルスだって、すげえ、なるほどね。あ、でもギガと一緒で頭が大きくて前足が大きい、ちょっと動くな、めちゃめちゃ動くな。え、なんかあれだ、これなんかプルロビアのなんかスタンみたいなの食らってる。へえ、なんかモッドのカルカルドンはそんななんかスタン攻撃持ってるんだね、すごーい。へえ、じゃあちょっとステータス見てみようか。ステータスを見てみます。でちょっと野生レベル200なんだけど、若干いじってるから、まあ、ちょっと高めになってますが、それでも HP9400 でメレ255か。あー、でもなんか常識の範囲内のステータスっぽいね。なるほどね。ギガノトの野生みたいにバカみたいな能力では全然ないかなっていうところで、まあ、ちゃんと常識の範囲内のステータスっていうところですね。これちょっとカルカルドンさ、これ殺してみようか、どうなるんだろうね。キルしてみます。はい、バタン、あ、すごい、ちゃんと倒れるモーションもしっかりしてる、すげえ。これ何、目がちょっと作り物っぽくてキモ。なるほどね。すごい、これがカルカルドントサウルスですね。てかな、これ倒れた時死体になった時はすごいなんかあれだね、形取って倒れるからボスっぽいね、倒れ方が。じゃあ次、味方としてカルカルドントサウルスを召喚してみたいと思います。ほい、ということでレベル150テイムでテインボーナスマックスの225として出してみました。仲間のカルカルドントサウルスですね。ほうほうほう、あ、サドルが必要なんだ、なるほどね。サドルちょっと見てみようか。モッドのサドルだと思うんだけど、ああ、これか、ギガノトと同じマークだったのか。なるほどね、ギガノトの親戚だからサドルの形もギガノトと一緒なんだ。お、すごーい、カルカルドントサウルス乗ってみた。なんか声してるぞ、喉鳴らしてる、てか喉が震えてる、これ喉鳴らした時、すげえ。おお、すごい、方向もある、すごいね。じゃちょっと比較対象としてレックスとギガノトをテイム状態で出してみましょうか。ということでギガノトとレックス出してみました。で、まあ、ちょっとアークのギガノトはね、まあ、完全にオリキャラとしてね、オリジナルキャラクターとしてわざとでっかく描いてるからあんまりね、まあ、比較にならないけど、造形的には似通った感じかなっていうところかな。前足が、あー、でも、あ、なんか前足があれだね、カルカルドントサウルスはなんか見てこれ、あの、なんていうの、体に対して平行に手がついてるんだけど、こっちはカルカルドンは体に対して内側に向いて手がついてますね。レックスとかも体に対して平行にこう、まあ、可愛いお手手なんだけど手があるんだけど、内側に向いてるっていうのは違うね。やっぱりレックスは頭がなんていうの、正方形っぽいというか、ちょっとギュッとなってるんだけど、カルカルドンとかあとはこのギガに関しては頭蓋骨がちょっと長めになってるよね。そこら辺がやっぱり違いが出てるかなっていうところですね。でもやっぱり一番はレックスが比較対象としてやりやすいと思うんだけど、カルカルドントサウルス的にはあれか、全長はカルカルドンの方が大きいんだけど、
あの体のなんていうの太さ筋肉のごつさっていうのはレックスの方が大きいよねっていう感じが。でこれに関してはね、あの現代恐竜解説シリーズをやってるから、で動画詳細欄置いとくのでそれ見てください。ギガノトのね紹介の時カルカロドンも一緒に合わせて、ね、触れて話をしているので、これかなり現実のなんか化石のあれに忠実な感じなんじゃないかな。一応レックスより、まあ、全長は大きいけど、なんていうかな、太さに関してはレックスの方がごついみたいな、そんな感じだね。いい感じじゃないですかね。これがカルカルドントサウルスか。ちなみにこれ昏睡地って、まあ、モッド版の状態だけどどんな感じなんだろうね。28,880 で、レックスはどのくらいだ。レックスの昏睡地気絶地に関しては 22,000。 この差としては一応カルカルドントサウルスの方が、まあ、モッドのね内部ステータスになるんだけど、レックスよりまあまあね気絶地が多い設定になっていますので、まあそこら辺を考えると、まあどっちの感じになるんだろうね。レックスだと気絶地1回上げてしまえば、まあほとんどね、あのレックスは気絶地が減らないので、まあそのままね、あのほっとけばテイムできるみたいな感じなんだけど、ギガの場合膨大な気絶地プラス回復量も、まあ、回復速度もめちゃくちゃ速いので、ちょっとね気絶地管理というかね昏睡管理が大変なので、まあそこら辺がねどんな感じになるのかなとは思ったりもしますね。ちょっとそこはなんかね興味深いですね。まあこれちょっとモッド版なので、正式版は実装されてるわけじゃないのであれなんですけど、まあどんな感じなのかはちょっとねそこら辺は面白いかなっていうところにはなりますね。まあでもかっこいいねカルカルドンサウルス。いやこれさ実装してほしいよな。しかもさこれ特殊攻撃ボタンしたらさ喉鳴らすの結構かっこいいんだけど、いいね。という感じでちょっと細めのレックス、全長はレックスより大きいけどみたいな感じかな。でまあなんか歩いているだけでもダメージを与える系なんじゃないかな、これ多分そんな感じだと。あそうだね、歩いてるだけでもダメージ与える系だね。まあギガとかレックスと一緒だね。そういったパターンの恐竜になってますね。ちなみにここにターキーいるけど、ダメージ貫通は、あダメージ貫通はついてないわ。ターキーに攻撃が貫通しないからダメージ自体はあれだね、普通の貫通なしの通常攻撃っていうところですね。まあモッド版だけど、まあ性能的にはギガノトとカルカルドントサウルスって親戚だから、まあ大体一緒なんだよねざっくり言うと。なのでまあギガノトがちょっと大きすぎるだけなんだけど、まあこんな感じの対比に、ちょっとこいつ邪魔だな、これちょっとギガノト向こうにあるわ。こんな感じのねレックスとカルカルドントサウルスの大きさの差になるかなっていう感じかな。まあ、あの言うなればカルカルドントサウルスの方がモデル体型かな。足もシュッとしてて、なんか足も長くて股下長い感じで、まあ、モデル体型なんだけど、レックスの方が寸胴でなんか昭和の人みたいな感じです。はい昭和のなんか、はい、そんなおじさんみたいな感じですね。はい。でまあ、あのカルカルドントはシュッとしたお兄さんっていう感じですね。多分あのカルカルドントはインスタやってるけど、多分レックスはツイッター止まりかな。うん、そんな感じです。はいという感じでね、カルカルドントサウルスを出して遊んでみました。一応モッド版ではダメージ貫通がなくて、で気絶値がレックスより高いって感じかな。でステータス的にはまあ大体ね、あのバカみたいな能力じゃなくて、ちゃんとした現実的な数字で、まあ、レックスと似通った数字かな。で今ですねちょっとポイントも見れるんだけど、40ポイントあって HP9000 とかだから、まあ、食料値も40ポイントなんだけど神個体だね、うん、でまあ、 あのメル33ポイントで、あのメル 319.9% とかなんで、もっと入れてるんで、あのポイントまで全部見れるようになってるので、まあそんなにねレックスと大差はないかなって感じ。全然ありだと思う、こういったステータスで。その代わりなんか特殊能力とか、まあなんかテイムのしやすさしづらさ、そういったところで差別化するとめちゃくちゃいいよね、面白そうだよね。いやこれいいな、なんかちょっとね俺これすごく気に入ってます。ぜひ出してほしいな、これかっこいいな、かっこいいなこれ。それでは最後にロストアイランドでカルカルドントサウルス出るんかいっていう話をしていきたいと思います。でこれどういうことかっていうと、そもそもロストアイランドで、あのね、4匹目の新恐竜出しますぜっていうコミュニティクランチの話があったんですね。で今あの12月2日に撮影してて、あとまあ2週間ないぐらいでロスアイランド実装なんですが、その話は1ミリも今んとこ出てません。はい。なんだけど、そういう話が1回出たんだよね。
で、その時選挙するわって言ってたんだけど、一番初めのもうすでに終わった第1回目の選挙ではディノピテクスってやつが、まあ、あの1位で、あの新恐竜として実装がもう決まってるんだよね。でその時に激戦で1位2位で3位以下をめちゃくちゃ引き離してトップ争いしてたもう一匹がこのカルカルドントサウルスなんですよね。でカルカルドントサウルスが、まあ、どうしてもその好き嫌いあるから、なんでディノピテクスみたいな猿なのみたいなのでヘイトが溜まったりもしてたから、多分そういった理由で帳尻合わせでなんかやったんじゃないかなみたいな、そういった話をコミュニティクランチで運営が出したんじゃないかなっていうところなんだけど、でさらにね、罰が悪いことに決戦総選挙で一番ね、あの良くなかったのが、結構下位に沈んだシノマクロプスをなぜかね入れちゃったので3匹目の新恐竜として、でそれだったら2位のカルカルドンと入れろよって話みたいな感じで、ちょっといろいろゴタゴタしちゃってて、ヘイトが溜まっちゃってたので、帳尻合わせでカルカルドンとを出すために4匹目の恐竜出すわ、選挙するわみたいな話をしたんじゃないかなって、まあ邪推の域ではあるんだけど、僕のそんな感じで思ってるんですが、で出るとしたらカルカルドンじゃねみたいな感じで俺は思って期待しているので、今回カルカルドンとをロストアイランドの新恐竜4匹目で来るかもねっていうところでちょっとねピックアップして紹介してみました。で大体ね、新恐竜って結構モッドから流入逆輸入みたいなのが多いから、まあ、これもさっき言ったんだけど、アディショナルクリーチャー2ワイルドアークっていうところから、まあ多分ね逆輸入みたいな感じで来ると思うんですが、まあ、そんな感じで今ねモッドを使ってまあロストアイランドで来てほしいなと思って今遊んでるっていうか、ピックアップして紹介してるっていうような形にはなるんだよね。でね、もうぶっちゃけ運営っていうか、まあドリーなんでどうなるかマジでわかんないんだけど、そもそも4匹目のロストアイランドの恐竜やるっていうのは言ったことは確実に言ったんだよね、コミュニティクランチっていう正式な運営の発表というか、そのリリースの場で。でさらに4匹目の新恐竜総選挙っていうのも言ってたので、どうなるかもわかんないんだけれども、まあ、ちょっとねやるとしたら帳尻合わせのこのカルカルドントサウルスなんじゃないかなと思って。でちなみになんだけど、フィヨルドでも総選挙やるんだけど恐竜を選ぶね、そこにもねあのカルカルドントサウルス入ってますので、はい、なので、まあ、カルカルドントサウルス4位か5位とかに、まあ、フィヨルドの選挙でも入ってるんだけど、どうすんだろうなみたいな、そんな次第でございます。はいということで、とりあえずね、あの、ロストアイランドでね、あの、実装5でもいいから、新恐竜4匹目として、ぜひカルカルドン出てほしいなと思ってます。っていうのも、フィヨルドより絶対ロストアイランドの方が合うと思うのね、マップ的には。なので、ちょっと俺はカルカルドンとね、マジでワンチャン最後に出ないかなってね、風に願っております。ぜひね、皆さんもね、出るように、なんかセドリックとかドリーにツイートしてみてはいかがでしょうか。ということで本日は、モッドのカルカルドンとサルスを紹介してまいりました。ロストアイランド出るといいよねっていう願いも込めての紹介動画です。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。